どうも村田です。今回はサバゲーに来ちゃいました。初めてのサバゲーということで、ちょっといろいろ借りたんですよね。この装備、これがサバゲーなんだね。初めての世界観というか初めての文化でね、特にねコスプレとかしてないんだけど、みんなみたいにコスプレしてないんだけど、普通のね装備してるだけでコスプレしてる感あるわ。怖っ。ちょっとこの格好間違いじゃない？痛くないの？怖っ。大丈夫？死なない？これだなっている？いる？一生見つけられないし一生当てられない気がするんだけど、これ怖っ。死んじゃうよ。撃たれてんのか長弾なのかわかんないんだけど、全然痛いよ。怖っ。みんな何？撃たれ強い子たちばっかりなの？みんな痛みに強い人たちばっかりなの？よく耐えられるね、これ。武装色硬化使ってる。うわ、怖っ。やばいやん、みんな覇気の持ち主やん。結界使ってるやん。終わりました。2丁持ってんのに全然戦えなかった。雑魚。もういいっす、私団子食べます。私ね、今回このキッチンカー楽しみに来てますから、半分以上。予算はね5000円まであります。参加費より高い。団子食べます。こちらが黒ごまだね。こっちがみたらしだね。団子がもちもちしててね、噛み応えもあるしね、あの甘さがくどくない。食のサバイバル中です。後で他のメニューも紹介します。サバゲーやれ。第2回戦始まりました。私はこの iPhone を武器に、これをねスコープ代わりにしやっていくわ。いいでしょ、いいでしょ。いや、これそれでも怖いけどね。ピエン、ウケるウケる。ピエンがじわるな。え、ピエンしてんのに私より勇敢じゃない？笑ってんなよって。動けな。多分さっき長弾だったと思うんだけどさ、長弾でさえ結構痛かったんだよ。首とか手に当たった時にさ、鉄棒でね豆が剥ける時より私ダメだね。痛いね、弱いね。こわすごいな、すごいな、よく突入できるな。怖いだろ。やっと動けたぜ、やっと動けたぜ。移動が精一杯、命かかってるね。なんでみんなそんなわーって言ってさ、突破していけるの？実弾当たっても大丈夫なのかな。じゃあ怖いんだけど、みんなどうやって恐怖心克服してんの？で、アクロバットで同じこと思ってるんでしょ。いや、もうなんかさ、あわよくばさ、こうやって健常2丁でさ、ダンテみたいなさ、バババーンってデビルメイクライみたいにやろうと思ったんだけど、できない、無理。あ、もうキッチンカーだ、キッチンカー。たこ焼き食べよう、たこ焼き。ご覧の通り行列でさ、ちょっとなくなりそうだよね。なくなったら困るわ、私のメインの目的が。ケバブ並びすぎじゃない？じゃーん、カレーパン、カレーパン、たこ焼き、なんだっけ、あ、ベーコン焼きだ、ベーコン焼き。で、なんか忘れた。なんとかサンド。これ、これだね。これなんだっけな。ケバブサンドじゃないんだけど、ミックスなんちゃらなんだよね。うまっ。辛いたこ焼き。俺は今日このためだけにサバゲーに来たと言っても過言ではない。うわー、怖え。うわー、キッチンカー戻りてー。車の陰に隠れたい。なんかあそこに隠れたらそれっぽい。あ、隠れられなくない？行けたらそれっぽいと思うから。うわ、パチパチ言うやん。あ、この感じバイオハザードとかで見た。バイオハザードとかでこれやった、こういうの、こういうのやってないけど、俺今こんな感じよ。こんな感じ。俺今これ大丈夫？お尻の方からやられたらもう一発アウトやん。やばい、ここスケスケじゃん。ようやくなんか
それっぽいところまで動けたけど、もうキッチンカー行った、キッチンカー借りた。ね、生還後の後のピュアブめちゃくちゃうまい。あー、生を感じる。ね、すごい痛いんだけど、でもほんとすごい痛いんだけど、これびっくりするほど痛いわ。ライフがいくつあっても足りないですよ。